です。ということで、ノジャジャ寮、別名宇宙ステーションが完成しました。コータンが作った、コータンマークになってんだ。僕が作った、僕が言う前にそれ言うのやめて。はい。よし。じゃあコータンに何かあげるか。はい。報奨金。どうする？これでいいか、コータン。じゃあ、不死のトーテム1個。めっちゃ良くない？不死のトーテムだよ。じゃあ、不死のトーテム、もう2個。あと、光の矢。これで。装備じゃん。どうしよう。何あげればいい？名札。ケーキとか嬉しそう。ああ、確かに。じゃあ、ケーキで。はい。おめでとう。スポーンエッグ？もう何のスポーンエッグにするか。はい。まあ、よかったね。お疲れ。いらねえ。くんさん。何ですか、のりくん。どうしたの？お。やちさん、岡山ギャングに入りませんか？ファミリーにならないか？あ、す、人数多いな。なんかさ、いろんなところの残党がいる。なんか、コノの仮面かぶったり、ウルンルーの帽子かぶったり、非加盟国同士、力を合わせましょう。ヤチがいないよ、でも。ヤチどこいんの？今そこいない。ん？コータン帝国燃えた。あ、なんで燃えてんだ？なんで燃えてんの？僕が仕事してる間に。え、これ誰が燃やした？これ。僕が燃やした？なんでこんな燃えてんの？多分粒。粒貝勢力が荒らしてる。ミス、ごめん、何のミス？あれ、何のミスなのそれ。なんかミスとか、ミスとかある？ミスで燃えたりする？普通。何のミス？ミスとかあるんだ。なんか罰則して、僕仕事してたのに、まあ確かに。まあ、もう完全吸収合併じゃない？粒貝組潰して。粒貝組潰して、コノのところに吸収合併。お家お取り潰し。でも、コータンの頭被ったよ。土地もらいます。土地いる？マジ自分のところの土地ちょっともうちょっと一回なんとかしてくれ。一回自分のところの土地をちょっとまだ一回綺麗にした方がいいと思うぞ。あんたのせいだろ。いやいや、俺は荒らしてないから。俺は何してもいいよって言っただけで。別になんか、ね、なんか物資をあげるとかいうのを俺想定してたんだけど、暇人のところに。小麦とかあるから、なんか物資交換しませんかみたいな想定してた。小麦あるんで物資交換しません、あげますよ、みたいな。荒らせとは言ってない。なんかひどい燃え方してんな、コータのところ。ものすごい燃え方してる。なんかもう手に負えない。もう手に負えなくなっちゃってる。加速度的に発火して。まあ、コータンのところお家を取り潰しだね、多分。コータンじゃないわ。粒貝。だからロゼピンのところとか合併した？まだ合併してなくない？した。あ、ほんとだ。合併されてる。洗脳中。今作業中です。あ、ほんとだ。繋がってる。粒貝とコノも合併してね。もう粒貝も責任能力ないから。次なんかやらかしたらコノの責任になるよ。いや、粒貝、チームがまだ存在するし、青が。全部赤に変えて。ゴリラビどうなってんの？ゴリラビなんか地下に引きこもってんの？何がしたいのかよくわからんなってる、ゴリラビ。地下ロゼピン寮併合しました。そうか、地下ロゼピン寮併合されたんだ。こんなところまでわざわざ来ないよな。まあそう、今回は何するんだっけ？あ、そう。ダイヤブロック2スタックの商品のあるイベントやりたいんですけど、ダイヤブロック2スタックでかくないですか？他がいい？それか。ダイヤブロック2。ほんと黒曜石2。黒曜石1かな。1スタックからケーキ2スタックあと。このチームまだ荒らしに来てます。このチームまだ荒らしに来てます。コノが来ました。何？どこだ？このチームってかもうすでにもう現行犯だよね。でも粒貝チームもういるもん。なんかもうここにもういる、うん、これは制裁かな。物資ないから何されても痛くも痒くもないよ。じゃあなんか物資募集で、この辺の。じゃあ暇人何してもいいよ。暇人を殺すなよ。暇人何してもいいぞ。おい、暇人を殺すな。おい、ちょいダメだ、ダメだ、蛮族だから分かってねえ、こいつら何も。おい！ああ、自分たちのところ燃やしてるし、日本語は通じない。暇人のそのレフトゲームとジョインゲーム繰り返すやつ何なの、その。その技何なの、それ。それやばい。コンバットロギングって嵐だよ、それ。嵐なんだ。ダメな技らしいよ。なんかもうすげえことになってない、この辺。なんか燃えてんの、ここ。ここ誰の土地だった、これ。なんでこんな荒れてんの、これ。この辺絶望みたいになってない。くん来て。ん？どうしたの？あれ、ヤチいる。ヤチと同盟します。いや、でも同盟は無理だよ。国じゃないから、相手。支配とかしかできないよ。平和条約？条約は国と国とが結ぶものですよ。デポン、上に立つ時やぞ。ヤチが入る。ヤチがじゃあデポンになるんだ。デポン組に。そういうこと、幼稚園組廃園？平穏を求める。なんか倉持飛び込んで、なんか倉持が飛び込んできた。オーストリア、ハンガリー帝国みたいな。まあ、いいんじゃない？
ヤチ帝国のりくんがもう潰したよ。もうでも のりくんのところしかもう無所属いないよ、多分。のりくんのところ以外全員何かに所属しちゃってるよ。ちなみに。なんかそろそろ無所属増やしてもいいね。あ、とんがりがいるのか。とんがりがいるか。とんがり寝ました。こう結局これぶち壊せてねえし。これ何？なんだここ。なんかある。なんだこれ。よしこの服着てるけど、なんかよしこの勢力ないから、なんか細々となんかなんかやってる。なんかなんなのここ。何これ。誰が何の目的でここ作ってんの。よしこ本人がいない。本人がいないのに作ってるのか。どうやら本人がいないけど使ってるらしい。何してもまあ自由だから、まあまあ、あんな辺境の地で何してもまあ、別に。この辺はなんかこう、ちゃんと見張りやってるんだ。あ、見張りいるのか。すごいね。あー、なるほど。すごい。なんかちゃんと見張り役みたいなのいる。すごいね。近づくとめっちゃ人出てくるよ。もう二重三重に城壁増築済み。すごいね。コノのところとつぶかないところが戦いになってない。なんか合併したんじゃなかったの。なんで戦争になってるの。仲間になれるわけないか、まあ。いや、すげえな。なんか、仲間なのか何なのか。なんでこんなことになってんだ。ロゼピン、燃えてるぞ、なんか。燃えてる、ロゼピンチ。だいぶ手遅れたぐらい燃えてんぞ。つぶがいが燃やしてるね、つぶがいのところが。もういいです。あ？何やってんだ、コウタン。なんかやってる。何やってんの、コウタンのところ。もうなんかすげえコウタン、わらわら出てきた、なんか。報復する？あ、コノのところに攻撃に行ってんの。あー、もうなんか、認可の条約なんてなくなってしまった。戦争の時代か。国際連合の力もなくなってしまった。ノジャジャッジもないし。国連軍ももう組織されてない。コウタのところ物資何もない。やば。戦争になってる。クンさん、私も。どうした、ピン。ピン。復讐は何も生まない。非認可がなくなれば認可同士が争うしかないのです。あ、燃えてる、ピンさん。これが戦争か。結局どうなったんだ。あ、結局な、戦いになってんのか。めちゃくちゃ荒らし回られてる。暇人さん、こっちに物資奪いに来た。こうやって争いが始まるんだな。あ、なんかでも、コノのところもなんかもう全然人いないじゃん。蹂躙されてる。でもなんか、本人たちこっちにいるんだよ。本人たちなんかこっちに避難してきてるんだよね。なんか、どこもかしこも戦ってる。暇人はどうなったんだ？そうだ、ダイヤ、このカオスな時にやるか。あのさ、マース君、TP するのコマンドってさ、打てるんだっけ？ TP のコマンド。TP アット A のコマンドって打てるんだっけ？別のコマンドがあるんだっけ？打てるよ。300人を同じところに集めて戦わせて最後の一人になった勢力に、そこにある装備全部と、落ちてる装備全部と、ダイヤブロックの2スタック、黒曜石1スタックあげようかなってイベントを開催しようと思ってるんですけど、いいですか？特に異論がないんだったらやりたいんですけど、今回それをするネタだったんだけど、なんか急に戦争が始まっちゃった。急に戦争が始まるからなんか、ロゼピン倉庫は燃えるし、報復でコノの領土はめちゃくちゃにされるし、行きますよ。もちろんバトルグラウンドはここです。池田対策バトルグラウンド。もう最後の一人になるまで殺し合ってもらいます。あ、でも池田対策バトルグラウンドちょっと広すぎるな。もうちょっと狭いところにするか。岩盤使って、対策ちょっと借りるぞ場所。岩盤使ってちょっとバトルグラウンド作ろう。なんか、誰も池田対策に興味持ってないの面白いな。もう、みんなこの土地に興味ない。じゃあ、ここに閉じ込めるか。いい感じにつぶがいとコノに対する略奪が、コウタの略奪が終わったら TP する。いい感じに破壊してもらった後。いや、もちろん狭いよ。当たり前に狭い。この中で最後の一人まで殺し合ってもらうよ。一応また取るだけだよ。めちゃくちゃ。よいしょ。はい。じゃあ行くよ。皆さん、行きますよ。TP した後レフトゲームした人はどうします？それは反則だね。ログで見る、最後。最後、レフトゲームしなかったやつだけ、反則になります。レフトゲームしちゃったやつは、反則で、逆に罰則を与える。何らかしらの。それでは、用意。スタート！あ、今、半数以上が押し潰す。もう最初の段階でなんか何人か押し潰された。300人のバトルグラウンドが今始まる。さあ、サバの処理が今やってるんで。まあ、でも TP されちゃってるから、いくらサーバーが落ちようと何しようと、ここが地獄になることには変わりない。あ、始まる。何かが起こってるのはわかる。やばい、なんかすげえことになってる。うおー、なんじゃこれ。クソバグっとる、なんか。なんだこの音。うわあ。じゃあサーバー、ダウン。サーバーダウン。
マイクラで聞いたことない音してたら、なんか、ダダ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 みたいな。ログイン中のままですね。リードタイムアウトエクセプション無理。つまりサーバーに入れませんってことですね。マイクラで聞いたことないよな。あんな連打する音聞かないの、マイクラで。おー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 おおどうなったどうなった、うわーおーあれあれ、ニシトくん、ニシトだ。いや違う、そんなことね、そんなことないわ、ニシトじゃない、ニシトくんが勝ったと思ったけど、なんかどんどん入ってきてる。あ、まずい。すげえな、これ300人ここの中閉じ込めたら、それそうなるわな。頑張れ、最後の一人になるまで戦うんだ。頑張れ。やば。なんか虫かごの中になんか大量にセミ入れた小学校のあの頃の記憶を思い出すわ。大量にセミ入れちゃってなんかセミまみれになって大変なことになったら思い出す。すげえな、もう。もう溶岩使ったやつ絶望じゃん、もうこれ。頑張れ、まだなんとかなるぞ。割とこの下のやつらいいかもな、この下の連中。これ優勢だ。あ、真っ暗になっちゃった。もうだいぶ。アイテムまみれじゃん、もう。中にこれちょっと入れてみようか。この溶岩を入れたことで多分中が多分大変なことになってるはず。うーわ、全部壊しておきますね、これ。この隔てる壁みたいな。よし、あの全部壊しておいてね、殺し合いお願いします。あとでも なんか割と残ってる人たち、なんか結構もうはっきりしてきてるぞ。どこだどこだ、最後に残るのは。微妙にラーバフロック残ってる、なんか端っこにじーっとして。大体参加勢装備硬くて残ってる。確かに。ワドと倉持と、コウタンとアッシー。お、頑張れ。コウタンチーム。さすが。はい、コウタンチームには、ちょっと商品をあげよう。あれ途中から入ってきたズル野郎いるぞ。殺しといてくれ。はい、じゃああげますよ。一回ここ出すか。一回出そう。一回脱出してください。コータンにあげよう。はい。コータンおめでとう。超あげるよ。コータン帝国強くなっちゃうな。はい。ダイヤ2スタックと黒曜石1スタック。めっちゃ強いで。コータン見たらすぐ殺せ。はいはい。こんなもんかな。あ、なんか分配してる。さすが PVP 強い。しかもロゼピンも吸収したから。ツイッターでロゼピンがなんか言ってるぞ。なんかもう。あとは任せる、コータンみたいな。あの、吸収合併されたせいで。今日はもうちょっと無理。次回以降まだついてきてくれる子がいたら頑張ります。ピンちゃん。ピンちゃんの倉庫が。もうめちゃくちゃだ。見上げとる。マチャカリ。マチャカリ戦争ってのは何も生まねえな。もう絶品倉庫何もねえよ。逃げる字だけ残ってる石でて。超逃げる。ちょっとずつでもほら、復旧してやれ。絶望してる。人道的支援してあげるか、ちょっとかわいそうだし。これで国だいぶ減ったよね、西戸くん。西戸ここ負け組だよ。でもここ多分入ってもあんまいいことないと思う。西戸くん多分最初に潰れるのここだぜ。次合併ある程度無効でしたから、あとはどっか潰そうみたいになると、なんかだいたいここ潰れそうだぞ。西戸頑張ろうな。一番やめといた方がいいと思う。第二次大戦のポーランドみたいになるよ、その。極悪だな、つぶがい、この軍団マジで。なんか悪の数軸じゃん、もう完全に。うわ、こいつら。法も何もあったもんじゃねえ。くん、来て。ん？人望のないバカ。ただのバカ。いい絵だな。誰かんとこ入るよりも人数おった方がええかなと思っ。あー、なるほど。これで誰かのところ入るにも、ブログ軍団を作ってから入りたかったんだ。一応ね、ツイッターで募集してみたんやけどね。30分待っても誰も来ません。誰一人来ませんでした。悲しすぎる。悲しすぎる。